みんな集まったな。決戦の時だ。敵の本拠地と思われるエリアが判明した。これまで世界各地に分散する形で隠され、所在不明だったコズミックキューブがここに来てあるエリアに集結しつつあることが、キューブの強いエネルギー反応で明らかになった。おそらくカインたちが企てている計画に必要なコズミックキューブが集まり、もはや隠す意味もなくなったのだろう。つまりカインの計画は最終段階に来ているということだ。悟空、ルフィ、ナルトの行方はまだつかめていないが、彼らを待っている猶予はない。今すぐジェイフォース全戦力をもって攻撃をかける。目的地はニューヨークだ。すでに他のメンバーもニューヨークへと向かった。これが最終決戦だ。君の力を信じている。君が生み出す大きな力を思う存分解放するんだ。期待しているぞ。転送完了しました。来たか。みたいだね。食べ放題。皆さん、ここは通しませんよ。あなた方の命運はここで尽きるんです。このまま終わらせるのは惜しいね。トグロさん、どこに行くんです？もう少し待とうと思ってね。真っ向からパワーをぶつけられる敵にそいつがなってくれるの。賛成。ここで摘み取るのはもったいない。彼らはもっともっと美味しくなる。勝手な人たちですね。ですがそれは私も同じ。この星の生命体を根絶やしにするのに必
要な手下たちも十分手に入れました。カインの利用価値もそろそろ。あなた方命拾いしたようですね。引き上げるとしましょう。アンブラスベースより通信です。無事のようだな。急いでくれ。先に向かったメンバーたちがベノムズに押されている。平気か、お前たち。大丈夫です。平気です。このままではまずい。連戦でみんな限界が来ている。おい、アサ。だから平気ですって。アサ、デク、来てくれたか。無茶だ、逃げろ。螺旋丸。これは孫、無事だったか。ああ、心配かけたな。あのあと3人で踏ん張ってもうちょっとで切り抜けられそうだったんだけどよ、カインが持ってた黒い本の力でジャンプ世界に飛ばされちまったんだ。苦労したようだな。だが戻ってくれて助かった。ちょっと見ねえうちにずいぶんたくましくなったんじゃねえか。長い間留守にしちまって悪かったってばよ。ここからは俺たちも一緒だ。まずはこいつらを片付けるぞ。
やるね。それやるね。よっしゃ。ソン、助かったぞ。だが、これで終わりではないぞ。カインの計画を止めねばならん。何を止めるだと？貴様！また会ったな。だが、今回で最後のようだ。ガレン。何かしら？俺はこいつらの相手をする。その後はお前は計画を進めておけ。分かった。ジャンプ世界とつながり、現実世界は破壊された。もはや手遅れだ。どんなに抗おうと、現実世界はもう元の姿に戻りはしない。結局おめえは何をしてんだ。ただ叩けてんならオラが相手してやっから、この世界を壊すなんてやめろ。それは無理だ。俺が望むのは戦いの先にある破壊や憎悪、そう、世界を作り変えるための糧となるのだ。回りくどい言い方すんな。壊してだけなんだろ。だったらそう言え。確かにそうだ。そうなのかもしれない。もはや俺にとってこの世界は無意味だ。正義などというくだらんものを信じたせいで全てを失った。あの時から世界の意味も失った。作り変えたところでそれは変わらんだ。そうだ、俺は壊したいんだ、この腐り切った世界を。ただただ壊したい。お前のやりてえことは分かった。だったら俺たちがそれを止める。さあ来い。行くぞ。まだだ。ソーラ、
まだだ。なんてしぶといんだ。いや見事だ。素晴らしい。なかなかに感動的な最終回だったよ。長官、なんでここに？なぜだ、話が違うぞ。もともとこれは私のものだよ。カイン、お前は全く滑稽だな。そしてもう用済みだ。長官、何してんだ。どういうことだってばよ。おめえ、オラたちの味方じゃねえんか。誰なんだ、お前。そうか、名は必要だ。そうだ、プロメテウス。とでも呼んでくれ。プロメテウス。長官、何ふざけてるんだってばよ。そう思いたいのはわかるが、これは現実だ。少しは疑わなかったか。私がなぜアンブラスを知り得たのか、なぜアンブラスにベースキャンプを準備できたのか。答えは単純だ。私がアンブラスの昔からの住人だからだよ。騙したのか。見ていて飽きなかったぞ。家族を失い絶望の淵にいるお前が闇に染まっていくその様は、時に己の行動が正しいのかと苦悩し、かすかな光を求めようともしたが、結局は己を呪い、他者を呪い、目の前に広がる世界の全てを呪い、闇に取り込まれることを選んだ。いや、もはやそこに意志などなかった。お前はただ委ねたのだ、全てを闇に。彼ら、お前もなのか。
メテウス、無事かしら。無論だ、ガレナ。こやつらのことは任せ、邪魔されぬよう足止めを頼む。いいわ、任せて。私がまとめて遊んであげる。世界が終わるのね。逃げんのか。止まれ。あら、女を蹴れるようになったの。いいことを教えてあげる。今この世界のあちこちで私のレプリカたちが暴れているわ。今さらなんでそんなことすんだ。あなたたちを試している。世界はもうすぐ滅び、みんな死ぬけれど、あなたたちは見捨てられる。レプリカたちの中に私も紛れているわ。本物の私を見つけられるかしら。それじゃあゲームスタート。アンブラスベースより通信です。みんな、ナビゲーターからの通信で長官のこと、それにガレナの目論見について聞いた。長官のことはまだ信じられない。しかし今はうろたえてる場合じゃない。ガレナの言っていたことは本当だ。世界各地であの女のレプリカが暴れ、多数の被害が出ている。だが今は長官、いや、プロメテウスの計画を阻止することに全戦力を集中させるしかないかもしれない。何言ってんだお前。そうだってばよ。しかしじゃねえぞ。プロメテウスの計画も止めて世界のみんなも救えばいいだけだろう。なあみんな、そうだよな。あなたたちは分かりました。では作戦を練ります。ひとまずベースキャンプに戻ってください。ガレナのレプリカが暴れているエリアは今伝えた通りだ。早速チームに分かれて向かうってばよ。いっちょやってみっか。ああ、俺たちが全部止めてやる。